まあ、またそういった J1 のイメージを、ね、これからの世代の方々にもこう、ね、イメージを定着させていけるような、ね、はい、センタースポットにボールが置かれました。笛を待ちます。今キックオフになりました。まず前半は右から左へアウェーのジビロ磐田が攻めていきます。まあ、ディフェンスラインのセンターバックの間では中野も手を挙げていました。さあ左から松本雅也、左足折り返しボレーに行く、決まった。先制点は小川大輝、左のクロスから小川素晴らしいボレーで決めました。開始20分、岩田先制です。見事に合わせましたね、まあ、ここサイド崩すところも良かったですけれども、まあ、このクロスからのシュート、まあ、ボールも少し速いボールでしたし、まあ、このシュートでコースを狙って決めるというのは簡単ではないと思いますけれども、まあ、ギリギリのところに決めていきましたよね。21分に先制をしています。山本範道が前線を送ります。ここは拾って大森から一本のボール、中野だ、中野行く、カバーを寄せられたがシュートはこれキーパー、多少相手選手が近い位置でもしっかりパス交換できます。そして山田、小川大輝、こぼれたボールをとスルーしてシュートだ、狙って決まった、遠藤です。遠藤のゴールが決まりました。移籍2点目のゴールです。遠藤ここの崩しも良かったですよね。3人目の受けでオーバーラップしていき、でここで、まあ、それでここでスルーをして遠藤選手、まあ、これでこのスルーで千葉のディフェンスも一瞬止まってしまいましたよね、まあ、うまくフェイントかけましたよね、はい、そしてアランピネイルも、まあ、前節までは4試合連続左ワイドでスタメンを張っていました。さあ今後半が始まりました。ここを収め切ってそして田口へ、その田口からの展開、ミキいいですね、ルーキーのミキ、さあここで小さなパスが出る、さあチャンスだ、シュートに持っていった、1点を返しました。後半開始早々1点を返しましたジェフ千葉、ここでターンしてここでボールは持ち運んでスルーパス、これ良かったですよね、まあ、そして最後のシュートのところ、まあ、ランピネスで得意な形ですけれども、まあ、このパワーのあるシュートうまく決めましたよね、はい、このキックからまたこれジビロボール、シンが手を挙げて長い笛、試合終了です。10秒岩田しっかりとリードを守りきりました。